戦、逆転勝利で3位に再浮上。楽天が、オリックスに逆転勝ちを決め、3位に浮上した。先発藤平が2回3安打3失点で降板。劣勢の中で試合が始まった。直後の2回2アウト走者なしで鈴木勝が右翼へソロを放って、反撃開始。3回ノーアウト1、3塁でお坊のセカンドゴロの間に1点を挙げ、なお1アウト1、3塁で浅村が右翼へ一時同点となるタイムリーダーを放った。さらに5回1アウト2塁でお坊の左越えタイムリー2塁打で勝ち越し、最大3点差をひっくり返した。6回、7回に1点を失い、再びリードを許したが、8回に6安打5得点で再楽天に成功。最後は守護神松井裕樹が締めた。ロッテが敗れたため、これで3位に浮上。2位ソフトバンクとの差も 0.5 ゲームに詰まった。今日は打線は本当に先制されても逆転されてもみんな諦めてなかった。素晴らしいよ。とりあえず今日楽天勝利したのは良かったです。相当難しいだろうけど残り試合全部勝つぐらいの勢いで試合に臨んでほしい。今日の打線は、チャンスで得点することができていて良かった。あさってのオリックス戦は、おそらく田島だろうけど頑張って攻略しましょう。一夜で4位に転落してしまったけど今日また3位に戻れたのは大きい。2位とも 0.5 ゲーム差しかないし。今年の楽天はシーズン終盤に強いな。ロッテやソフトバンクが落ちてきてるだけかもしれないけど。現地で観戦。月が綺麗な夜に熱い戦い、最高でした。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。